はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。棟梁様、チンクエ様、ピオ様、リュート様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動を資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。恐縮であります。棟梁さんとチンクエさんは、今日旅行に行ってね、見たいですけど、ツイート見たら伊勢神宮、私は日帰り強行軍で行ってまいりまして、ヘロヘロになっちゃいましたけれども、棟梁さんたちは、そんなことなく、ゆっくりと回られるみたいであります。NHK スクランブルでも短編動画アップしました。参加者さんはご自分の意思をご確認ください。微妙にアップ、まあ、誰だかわかるぐらいに、アップで、先頭から最後尾まで。ですね。あとは前景と、まあ、渋谷のスクランブルのすごい、人で、ですね。まあ、私の終了のご挨拶入っております。よかったらご覧ください。今回参加できなかった、皆様、またやりますんで、その時はまあ、よろしければご参加ください。怪しいチラシがポストに入ってたっていう情報ありました。こちらですね。緊急事態条項で、こんなになりますよーわーって言っておりまして、この人らの言うことによると、緊急事態条項を憲法に加えると、自由がなくなり、監視社会になる。人権がなくなる。政府に弾圧される。政府を批判すると逮捕される。選挙廃止で独裁になる。マイクロチップを埋め込まれる。国民の資産が没収されるんだって。これなんて中国、これなんて北朝鮮って感じなんですけども、この嘘800の怪文書を巻いてるのは、全国の母親を中心とした市民団体。出たよ、市民団体。憲法阻止有志の会。だそうで。で、結局は、会見させない派ということになりますね。裏面こんなになっておりまして、平和憲法破壊って、破棄って、九条のこと、新日本婦人の会みたいな共産党の偽装団体と思われんですけどね、ここはね、憲法阻止の会、日本人は無抵抗で殺されてるっていう九条ですね、平和憲法とか、書いてる時点でお察しであります。緊急事態条項ないと防衛線ってできないよ。防衛線できないよ。独立国でない国ないよ。九条廃止で自前の国防に変身するなら絶対必要だよ。平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した、憲法全文ですけど、これに書いてある諸国民っていうのはアメリカのことです。これはアメリカが作った文章なんで、だからアメリカ国民が日本国民を保護するっていう宣言ですよね。九条廃止で自前で国守っからって言ったら、ここも削除しないとあかんですね。そうすると国防のために緊急事態条項が必須になります。共産党九条があれば他国は攻めてこないとか何十年も言ってきたんですけど、ロシア侵略開始でですね、小池晃がですね、九条じゃ平和は守れませんよ。そんなこと言ったこともないってテレビで発狂しちゃいまして、困った共産党、九条を生かした外交で戦争回避っていうことに微妙にずらしてまいりました。しかも一斉に、共産党全員、共産党ガチのマジに多様性ないっすね。左翼っていうか、外観誘致主義者によるスローガン年表、1951年日米安保、戦争になるぞ、60年安保、70年安保、戦争になるぞ、防衛費制限撤廃、戦争になるぞ、まあ、どんどん行きまして、どんどん行きまして、イラク派遣、イラク派遣、戦争になるぞ、これも佐藤正久議員が大佐で言ったやつかな。海賊対処法戦争になるぞ、秘密保護法戦争になるぞ、集団的自衛権戦争になるぞ、安保法制改正戦争になるぞ、オスプレイでも戦争になる。
安保法案徴兵される、テロなど準備罪、共謀罪って言ってたやつですか、逮捕されるぞ捕まるぞ、イージスアショア攻撃されるぞ、コロナ流行欧米を見習え、コロナ流行欧米みたいになるぞで今緊急事態条項独裁国家になるぞ、政府批判で投獄されるぞ、マイクロチップを埋め込まれるぞ、ナウオンセールって感じ。まあこのパターンでしょうね。賢い皆様は騙されないとは思いますけれども、なんで緊急事態条項発令したら独裁制に即なるんだというようなね、そんなことないですもんね。安倍が憤し TBS 調査、安倍総理の実績を評価する 71%、 世論 国政選挙6連勝なんだから当たり前、これが民意なんだよな、パヨ哀れすぎ。 TBS でこれなら実際はもっとやろね。 TBS でこれだと 85% いくんじゃないか。パは声が大きいだけで数は少ない。パ3割説からすると妥当。評価されてたから8年も総理できたんだよな。朝日親の仇のように地政学を知ってる日本じゃ珍しい政治家、パヨは人様の葬式に太鼓鳴らして邪魔する非常識の塊と。評価しないが多ければ国政選挙に6連勝もできませんよ。当然の結果ですね。民主党なんか招待すぐばれて一度も勝ててないもんね。2009年9月鳩山政権開始、2010年7月初めての国政選挙、参院選自民党51民主党44で敗北、1年経たずに、10ヶ月でこの有様呆れられてて大爆笑。2012年12月46回衆院選自民294民主57の大敗北で野党転落と。ほらね、一回も勝ててないじゃないか。最初は鳩山政権が誕生した衆院選でしか勝ててない。あれは左翼の努力の結晶だったんでしょうね。騙された人も数多く、狂った安倍が、評価しているのはツボがーって、言い出してるんですけど、いやいやいくらなんでもそんなにいないっしょ、そんなにいないよ。7割も 71% も評価しない 29%、 国葬は非常に良くなかった 25%、ここら辺は等しく安倍側でしょうね。出来上がってる安倍側さん、実は評価しない 25% で評価するが 75% だったかもしれないね。国葬は非常に良くないって言った人だけが評価しないって言ってたかもしんねえね。実は国賊低ベースが、若干、操作しましたけども、悪意マシマシの民主党政権の後のボーナスステージにも恵まれましたよね、安倍総理ね。民主党と比べれば普通にやってる大絶賛だもんね。円高放置、堤防予算削減、ソーラー推進、入管法改悪、慰安婦追加賠償などなど、これ野田佳彦が企んでたんですよ。新しく韓国に金流す仕組み作っちゃおうがみたいなことやってるうちに解散になったから助かったんですけどね。故意に日本破壊を企んでましたしね。悪夢のようなでは物足りませんよ。民主党議員は悪魔ぐらい言ってた方が、実際に近かったと思います。立憲党会合で長妻昭政調会長、これは許せないと思う問題を発掘して国を変えていくと大見得を切りました。世論です。お前らこれは許せない。お前ら二重国籍、審議拒否、埋蔵金詐欺、国会18連休、立憲民主党が許せない、ガソリン値下げたい、辻元の壺勉強会参加、元総理が勝手に他国で土下座国会内でファッション誌の撮影する人が許せない、叩くネタ探しか、そういうとこだぞ、これが自分探しの旅か、県内の問題を国連にギャオーンしに行く知事、これはデニーのことですね。多くの国民から許せないって思われてる存在が政権叩きのネタ探しに血まなことは、まあそういうところでしょうね。立憲が何か言ったらですね、お前がいいな、お前には言われたくないって、とりあえず言っといて怒鳴っといてですね、
理由は後から探せば必ず見つかる説っていうのを私は唱えさせていただいております。とりあえずあの立憲が泣けたらお前なんて言えば、理由は必ず見つかる、なんでそう言ったかっていう理由は必ず見つかる。誰しもがいつもブーメラン言ってるってことですかね。未来英語立憲のバカが改善しそうもなくて安心しました。一生やってるって感じですね。意外や意外、名古屋高級焼肉店あれ放置事件が許せないっていうのが少なかったです。焼肉店店主どうしてこんなことに、全く許せません。謝罪より真相の究明をって、まあ、これ週刊誌の記事からですけれども、どうしてこんなことに、本当だよね、本当に何があったんだか頭真っ白になっちゃうよね。最低でも天外、これを立憲のスローガンにしてもらいたいもんなんですけれども、というわけで、メール党員さん、筑紫部長さん、募集しております。動画説明欄もっと見るをクリックして、そこからよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。